生せんべいは愛知県半田市周辺地域の和菓子、北半島を代表するメーカー。名称にせんべいとあるが聖菓子の類で、もちもちした食感は焼く前のせんべいとも表現される。類似した聖菓子には、ウイロウや生八つ橋が挙げられ、生せんべいはそれらのルーツであるとされる。生せんべいの起源は1560年まで遡る。徳川家康が、 桶狭間の戦いにおいて、母親のいる、下半島へ逃れる途中、百姓の庭先に干してあるせんべいを生のままで、献上させたところ大層期に、入り、柳鍋城に滞在する間は、生のまま献上することを申し付けたとされる。以来、生せんべいが製造され、現在では、土産菓子として定着している。現代の代表的な製造元として1930年創業の、 総本家田中屋が挙げられる。主原料のみの白黒糖を加えた黒の2種類が基本で2006年からは抹茶も販売。販売形態としては袋入りと箱入りが存在し、袋入りはそれぞれの個包装、白黒1枚ずつのミニ、白1枚と黒2枚の小など箱入りは白黒入り、白黒抹茶入りの2種類で、 内容量は9から60個と多様。主な原材料は、米、上白糖、蜂蜜。米は、国産米、黒色に使用される黒糖は、沖縄県産の天然黒糖、抹茶味に使用される抹茶は、西吉産の抹茶を使用している。製粉した米粉を水で練って蒸し、上白糖、蜂蜜を加えて、さらに練って、生地を作る。生地を薄く伸ばし、 三枚重ねて切り分けて乾燥させる。三枚重ねにすることで生じる空気の層によって、うまみが増すとされる。食品添加物、合成保存料は使用しておらず、賞味期限は、袋入りのもので10日、箱入りのもので7日。ABCDEF 製せんべいとは、ハット ABCDEFG 製せんべいは、愛知の人気メーカー。おすすめの食べ方や販売場所も紹介。 秀吉や家康も愛した生鮮餅の美味しい食べ方ハット ABCD 生鮮餅は愛知の人気和菓子。おすすめの食べ方もご紹介。AB 生鮮餅の物語。チタ地ためか生鮮餅総本家田中屋。2019年8月20日閲覧。総本家田中屋。抹茶味開発費は桜米県南地田銘か並枕。ありがとうございます。